はい、こんにちは、川部屋です。今回は6月10日に解禁された名張川の上流長瀬太郎川の解禁日に乗降をしてきました。全国の鮎釣り師を泣かした台風2号の影響を大雨に強いこの川でも受けてしまい、水量はプラス100センチくらいの出水でしたが、なんとか白川状態にはならず、逆に悪い赤だけ流れて、なかなかいい水況での解禁となりました。今年はダムからの遡上も良く、鮎の魚影も見えて、石色も悪くなさそうなんですが、一つ気がかりは太陽の照り込み不足。この川は湖産の放流河川なんで、やっぱり水温の上がるお昼前くらいからが勝負。とはいえ、梅雨で曇り空が多く、水温がなかなか上がらない状況。この解禁日でも水温は16度と、やはりやや低めなのが気になります。果たしてどうなるでしょうか。はい、それでは実況に入りたいと思います。7時半ですね。7時半くらいからこうお日さんが川に照ってくるのかな、今の時期だと。まあ、場所によっては7時くらいからねお日さん照ってて場所もあるんですけども、鮎のかかり方はポツリポツリですね。まだトロバの中で遊んでるような感じです。なのでそれが流れの中に入ってくる、こういう捨て方とかで石についたりとか遊び出すのがもうちょっと時間経ってからだと思います。水温上がったらかかると思います。それくらい鮎はね傷んでね、その辺期待ですね。ちょっと親切な視聴者さんにポイントを入れてもらえるってことでちょっと入れさせてもらいましょう。はい、そしたら釣りスタートですね。トロバの中でまずはやってみたいと思います。トロバの本当にたまりのど真ん中というか、まだね鮎は石にねついてる状況ではなさそうなのでっていうところで、えらい元気に登っていく。この辺でポンとかかったら早いんですけどね、一発で。今時間が8時なんですけど、やっぱりまだ水冷たいですね。普通に水が冷たいです。今ももまでね使ってるんですけど、冷たい冷たい。うわ、追い川じゃんこれ。あるじゃねえし、ウイカワセガ狩りとかマジやめてくれ。今釣り始めて20分ですね。全然ダメですね。今20分かけて予約来たかなと思ったらウイカワや。これは厳しいぞ。20分でしょ。まあ、ちょっと入ったポイントの位置的にも日陰、山の陰になっちゃうんで水温上がるのがまたちょっと遅いのかなっていう感覚はあるんですけども、鮎が釣れてますように。はい、ようやく釣れた。遊び鮎ですけど、とりあえず一つなんとか釣れました。1時間やね、1時間かかりましたけど、ようやく太陽が出てきたっていうあれかな。
取りたいです。とりあえずここはや他の場所に比べて山の影だったんですよ。山の影だったんですけども、左岸側ですね、向こう側のヘッジの方から先にお日様が当たるっていうのと、一辺ここのポイントは左岸側に流れが行くんで、なので流進といえばこっちの左岸側ですね。なので私がこの右岸の方から左岸に向かって釣ってたんですけど、それがなんとか良かったのかなっていう気もします。気がするだけですけどね。だーっと紙飛ばししたらかかりました。いけるかな、少々マシなサイズが。よいしょ、あいた、釣れてくれましたね。これは釣り取ったやつかな。よいしょ、こんなお肌ツルツルの綺麗な鮎ですけどね。今このトロ場に流れ込んでる筋やってるんですけどね、やっぱりいまいち石についてる鮎は少ないです。今のはね、多分まあまあ石につき始めたようなやつですけど、別にキンキンではないですからね。水温中のがやっぱり足りない、水温が足りないっていうのは感じますね。で、実はもう今ので13匹目かな。動画が回ってない間にパラパラパラっと釣れてたんですけど、それは下の棚のところですね。このトロバの背方、トロバの開きから背方ですね、背方で1個下の棚になってるところ、ああいう浅いところで入ってる鮎がいるんで、そこを縦竿じゃないけど泳がせで、スポットスポット泳がせで入れてるとスコーンとかかってきてみたいな、そんな状況ですね。なのでここで石についてる鮎は本当に少ないです。ただまあね、あんまり移動できないんでね。いかに持ってるとこなんですけどね、おるよな、これはおらないかんよなっていうところで、おいしょ、鮎が見えない、えらい重いぞ。よいしょ、はい、今1時前くらいですね。13、14くらい、15年届いてないくらいはパラパラとは釣れてるんですけどね。石色はいいんですけど、ちょっとついてる鮎が見えないですね。鮎自体はいるんですよ、見にくいですけど、鮎自体はいるんですけど、それが追ってきてかかる鮎も少なめ、かつ石についてる鮎は同じようにちょっと少ないのかなっていう気がします。やっぱ水温でしょうかね、えずっと薄曇りなんで、釣りやってて寒くはないですけど、水は冷たいっていう状態なんで、ほら今日はちょっと夕方になっても入れがかり、黄色い鮎が入れがかりっていうのはまだちょっと難しいかもしれないです。まあ、かかる鮎は15センチから18センチくらいかな、それくらいのおとりにはね十分なるようなサイズがかかってるんですけども、
ですけども思うようにこの長瀬本来のポテンシャルというわけではないですね。もう1週間2週間かなと思います。照り込めばねかなりいいと思います。去年は解禁時から赤腐れがしてたんですけど、今年はその台風のせいで赤は綺麗になってるんで、ヘチの方とかでもね、これでしばらく照り込めばバーッとかなり数が釣れる時期がしばらくあるんちゃう、期間がしばらくあるんじゃないかな。まあその先はちょっとまた去年みたいに全く日照りみたいな雨が降らんとね、あの日照りみたいになっちゃうと良くないんですけども、今の状況でやっていくとね、適度な雨があってっていう風だと鮎はかなり元気になってるんで釣れるとは思うんですけどね、そんな状況です。いいやつでこんなんか18くらいまでですね。小ぶりなやつが多かった。ただまだ鮎はねいるんで、鮎はいるんで、うん、数はね、鮎の数はいるんで、これからでしょう。いけると思います。はい、最後木下おとり、組合長の木下おとり店の前ですね。仲間が入ってるんで、そこだけささっと、もう4時半ですね、30分だけチェックというか合流も兼ねてチェックしてみたいと思います。朝からすごい人でしたけどね、皆さんだいたい20前後っていうところ、15から20の間っていうところが多かったみたいですね。そういう人たちが聞いたところ、この下のね、棚のところは鮎は結構見えたんですけど、割に細かいのかな、そんなにサイズは大きくなかったですね。これでこのポイントで2つ目20ですね。とりあえず5時までに20釣れました。おとり別20のカウントはいったよっていう感じで、白いな。これからのサイズのアユですね。やっぱりちょっと緩いところ、平瀬みたいなところでもちょっと水深あるような問い筋の流れもちょっと激流よりも緩めのところですね。キンキンの縄張りアユじゃないんで強く追ってきてってやつではないですけど、こうやって引っ張ってるとパラリパラリとプルプルと反応はしたりはしますね。じゃあきっつくギャンギャン追ってくるかっていうと、そういうアユは少ないです。いないわけではないですけど、これこれ荒れちゃいますか。カメラの前で釣れたオイカは手がかりすんなよ。はい、終了しました。おとり別20匹ちょうどですね。まだやっぱり水温が上がらないと本好きじゃないって何遍言ったか分かんないくらい、それだけですわ。流れ中ね、鮎は結構いますし、赤もねバッチリありますんで、あとはもう何って水温だけだと思ってもらえればいいのかな。うん、今年は遡上もいいみたいでね、ちょっと小ぶりですけど、まあ鼻かんぎりで取るかなみたいな遡上の鮎もいるんで、それでもだんだん大きくなっていくんで、そいつらがね、またかかるようになってきたら
30、50、50以上、60、70とか釣れるような長瀬もまたできるんじゃないのかな、そんな釣りが。そういうとこ期待したいですね。さあ2023年長瀬太郎川のアユ釣りのシーズンスタートしました。今後に期待ですね。それではご視聴ありがとうございました。